ハウス宮崎です、今日ねちょっと近くの、トレイルにちょっと走ってきました、今日なんでこう動画撮ってるかというと、ちょっと全然マウンテンバイク関係ないんですけど、24日からラファのフェスティブ500っていうイベントがスタートします。12月24日から31日までの8日間に500キロ走りましょうっていうイベントで、あのスタラバに登録してもらって、記録して、まあ、それで500キロ走ったかどうかっていうのが認定されるんですけど、毎年このイベントをやっていて、今年も開催されるそうです。あのフェスティブ500のちょっとやり方をご説明しておきますと、まずラファのですね、ホームページに行ってください。これ、トップ画面なんですけど、ちなみにラファっていうのはイギリス発祥の、サイクルウェアを専門に作ってるメーカーなんですけど、最近は結構ヘルメットとかいろんなサングラスとかコラボレーションして、いろんなウェアとかね、それに関わるアパレルを展開しているメーカーなんですけど、世界的にも結構有名 でそこのメーカーがやっているイベントがこのラファフェスティブ500っていうものになります。8日間で500キロ走るといったものになります。で、このウェブサイトのね、下の方に行っていただくと、詳細がありますので、ご詳細に行っていただくと、特設ページが出てきます。で、始まったのがね12年前みたいですね。イングランド南部ケントの雪の積もる道で生まれたフェスティブ500ということで、昨年は6万5千人が参加したみたいです。で、参加方法はここに参加するっていうのが書いてあるんで、ここ参加していただくとストラバのページに飛びます。で、ストラバっていうのは走ったそのライドのねデータをみんなで共有してできる SNS みたいなものなんですけど、そこで一応データを載っけていただくと距離が分かるので、それを元に500キロ達成したかどうかっていうのは判定するらしいんですけれども、ですからこのまずねストラバのアプリをダウンロードしていただいて記録していただく必要がありますが、ホームページから行きますと、そのストラバに直接飛んで、このチャレンジに参加っていうのを押していただくと、参加完了ということになります。で、下の方に詳しいことが書いてあるので、皆さん読んでいただければと思いますが、仮にですね500キロ達成すると、ラファからスペシャルプライズの抽選券っていうのがもらえます。もらえるわけではなくて、抽選できるされる権利がもらえます。あとストラバのトロフィーケース用のデジタルバッジっていうのもね、もらえるみたいなので、その辺が欲しい人はぜひ参加してください。ただ毎年出たいなと思いつつも、8日間で500キロ走るのって結構大変なんですよね。単純に割っても65キロ、約70キロぐらい毎日走らないといけないから、それってね結構大変だと思うんです。で、最近のそのラファの方のコメントとか見てても、他の YouTuber の、方の動画見てても思うんですけど、その500キロを一応目標にはするんだけど、絶対そこを考慮しないといけないってやるよりは、こういうイベントをちょっと楽しむっていう感じで参加した方がいいんじゃないかっていうことで、私も、参加してみたいと思います。で、今年はオンラインでも行けるみたいな話なんで、ズイフト使ってちょっと細かな時間でちょっとラインの距離を稼ぐっていうのも結構ありなのかもしれないですけどね。寒いし、夜になってもね走れたりするので、意外とその外で走るライドと中で走るライド組み合わせて使っていただくと、意外と距離稼げるんじゃないかなっていう感じがします。ということで、私はそのハイブリッドパターンでですね、今年は挑戦していきたいと思います。今ちょっと動画撮って左側見たら、結構ちょいちょいいい上りのスペースっていうか、登れるちょっと練習できるスペース発見したんで、ちょっとここで登ってきてみたいと思います。
や結構楽しいこの下り、登ったり下ったり、ちょっと登りの練習もできるし下りの練習もできるし、ここ結構最高っすね。いや近くにこんなとこあったなんて知らなかったですね。さあということで、今日はですねフェスティブ500の、ご案内しました。皆さんねぜひ一緒に参加して走りましょう。ちょっとね期間的にも忙しい時だし寒いし体調崩しやすいかなと思いますが、まあ、なんかこうイベントごとってねなんか年中そんなあるもんじゃないんで、なんかもうちょっと気楽に一つ参加してみようかなみたいな感じで、皆さん一緒に走っていただければ楽しいかなと思います。ということでフェスティブ言えてない寒くて言えてないフェスティブ500皆さん一緒に参加しましょう。ということでまた次の動画でお会いしましょう。